こんにちは。緑黄色社会です。今回、シーブリーズ土星春にやりたい100のことにスペシャルサポーターとして参加させてもらいました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。撮影はどうでしたか？すごい新鮮な空間だったからね。そうね。いまだにね、本当の感想はちょっとまだ見つけられてないんだよね。家で一回頭を整理しないと。わかるわかる、うん。っていうぐらい初めての経験だったから、ね、私たちにとって、はい、うん、なんか忘れられない一日になりました。本当に、はい、ありがとうございました。はい。シーブリーズタイアップソングのこれからのこと、それからのことも初公開しておりますので、うん、皆さん見てください。以上、緑黄色社会でした。あかねちゃんはライブはどうなの？ジャンプとかしちゃう？いいジャンプ。あんまりそのライブの時の自分の記憶はないんでわかんないです。あ、もう夢中になっちゃうんだ。今回はさ、もう一人で見るじゃない？どうするよ。どうしちゃうよ、一人だよ。一人目の前に曲者さんいるからね。曲なくなっちゃいそう。初めてすぎてやったことがないから実感がないっていうのが今率直な意見というか、多分対面してみないとこの一人に向けたライブっていうのを感じられない気がして、届いたの？ T シャツを持ってます。おいい感じです。どう、現実味湧いてきた？こんな話してたら。結構。はい、はい、これでお前よろしくお願いします。お願いします。降りる前で見ます。緊張する間もなくこういろんなことを考えながらやってたんで、今は緊張し始めた感じです。あかねちゃんと一緒に緊張してあげる人ももしかしたらいるかもしれない。そう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 。いや、そう、それ私やるわ。俺もやる。じゃあ、しないでね。全員しちゃったらちょっとすごいことになる。ワクワクはしてますよ。そう、ワクワクはしてます、初めてだもんね、一人に向けて。そうなんだよね。私たちもちょっとね、どうやっていけばいいのか分かんないとこもあるけど、それはこう、やっぱあかねちゃんと作り上げていく空間だから。よし。あ、そうなんですよ。嬉しいことがあった日の学校の帰り道も、もやもやした日の帰り道も、音楽と一緒でしたから、その溜めた音楽を今日あかねちゃんにぶつけて青春感じてもらいたいなと思います。あかねちゃんが喜んでくれることが一番だと思うので、喜んでくれといいなと。本番楽しめて。あ、はい、はい、めちゃめちゃ緊張してます。あれ、なんか楽しみだったんじゃなかったっけ。はい。
今なんじゃないメラメラとたぎれ眠っているだけのせい社会です。はじめまして。緊張してる？あのね、私も緊張してるの今日のこの日を楽しめたらいいなって思ってるので、一緒にいい日にしようね。なんか今日はリクエスト曲とかってあったりしますか？あります？お、祈りを聞きたいです。ありがとうございます。祈り、すごいね、嬉しいね。また結構コアなとこに行ってくれるね。ね、嬉しいよね、うん、そしてなんだか今日はお手紙があるっていうのを聞いているので、いいですか？緑黄色社会の皆さんへ。私が本格的に緑社会を好きになったのは去年の4月頃で、先が見えずこれからどうなっていくんだろうと不安な日々を過ごしている時に、あの頃見た光に出会って頑張ろうと思うことができました。もしの休憩時間とかに音楽聴いてて、シャッフルでその祈りが流れてきた時に、その前の教科が思い通りにいかなかったことを忘れることができたり、模試が始まる前に祈りを聞いた模試では100点取れて、その後も祈りを聞く前の模試よりもいい結果を残すことができました。で、成功体験がどんどん積み重なっていって、私の中で祈りがお守りのような曲になりました。これからもずっとずっとずっと緑社会を聴き続けて大好きです。ありがとう。嬉しいね、みんな。本当に嬉しいね。なんかあの普段なんでその曲が好きなのかとか、そういう背景を聞くことってなかなかないから、こう祈りが今お守りって言ってくれてたのがすごい嬉しくて、なんかそういう背景までこう聞けてたのが、こうやっぱ曲を作る、ね、私たちとしてはすごく本当に嬉しいです。本当にありがとう。
見てもいい？オッケー。いろいろこう楽しんで、はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。気をつけて帰ってね。ありがとうね。気をつけて。気をつけて。ありがとうね。バイバイ。お疲れ様でした。いや、なかなかこれは緊張するよね。緊張した、緊張した。頑張ったね。いいよ、まだこうなってて。こうなってよ。にいて生のミルクの力強さとかを改めて感じて、その明日からの大変な日々とかも頑張っていこうと強く思うことができました。私たちとしてもすごく贅沢な時間だったなって。ずっとね、あかねちゃんと目が合ってたから、余計こうなんか言葉とかみんなの演奏とか一瞬を一瞬をこう噛み締められた。あの眼差しにはやられましたよ。そうなんかもう全てを焼き付けてっていう気持ちがいつも伝わってきたんで、ね、なんか届けるってこういうことだなって。Yeah.
敵な時間をありがとう。会いに来てくれてありがとう。あかねちゃんのことをずっと愛してます。一緒に頑張ろうね。10代の時にやってたことって本当に人生変えるんですよ ね、まあ、僕もそうだし、みんな僕らはそうだと思うんですけど、なんでとにかく好きだと思うことを見つけるためになんかいろんなことをしてみたりとかバカしたりとかできるの今のうちだと思うんで、なんかド青春で言ってください。友達作りだったり、こうなんか一緒にバンドを組もうとかも、こう私たちの時に難しくなってるのかもしれないけど、なんか SNS だったりとか、なんかそういう行動っていつでも起こせる、何でも起こせるなって思うんですよ。だからなんかその今パワーを持ってる今だからこそ、なんかいろんなことチャレンジしてほしいなって思います。しできると思います、みんななら。じゃあ行きます。はい、チーズ。